道の駅の短い秋が終わろうとする頃、ここ霊場恐れ山では秋の大祭でにぎわう。そしてその祭りが終わり、人間たちが寝静まる頃、日本中の妖怪たちが集まってくる。しかしその姿は妖怪の存在を信ずる者にしか見えないという。そう、私のように。この風は山天狗様がお見えになるぞ。山天狗様！山天狗様！おお、歌舞伎利小僧か。一年ぶりじゃな。はい、もうみんな集まってます、山天狗様。今年もこうしてみんなに会えて、わしは満足じゃ。隅から隅までじっくりご覧になるんですな。多分今年が見納めになるでしょうから。どういう意味じゃ。来年はこの三尺棒がそこに立ってるということですよ。何？山天狗様に無礼だぞ。まあいい、訳を聞かせてもらおうか。岩な帽子、もう一歩前に出てくんなはれ。あと一歩とな。使い分けたこういうことだ。小僧、大丈夫か。はい、山天狗様、大丈夫です。怪我はありませんか。大丈夫じゃ。ありがとうございます、山天狗様。こうだ、山天狗様をこんな目に遭わせてただで済むと思ってるのか。人間に迷惑をかけるな。妖怪は一人生きろという山天狗の説教は聞き飽きた。なあ、お前もそう思うだろ、海坊主。そうだろ、そうだろ。おかげで人間たちはやりたい放題。あたしたち妖怪は住みにくくなる一方なんだよね。みんな、人間どもに妖怪の力を見せてやるんだ。どう？くそ！山天狗様、どうして黙ってるんです？山天狗様！人間を巻き添えにするわけにはいかん。こんな時間に人間が？この山の中腹のお堂に人の気配がする。お堂に？わしがここから出ようとすれば、山津波が起こってお堂どころか本堂まで押し潰すことになる。ちくしょう、奴らはそれを計算して山天狗様をここに閉じ込めたんですね。一年がかりで計画を練ったのかもしれん。もしや山天狗様は気づいてたんじゃ。去年の大祭の時からなんとなく様子がおかしかった。それを知ってて山天狗様は。心配するな、お前が出るくらいの小さな穴は作れるだろう。山天狗様、オイラはここに残ります。小僧、そんなことをしてわしが喜ぶと思うか。
ヤマテング様。さあ、今夜も飛ばすぞ。なんだ、あの日は。なんだ、なんだ、あの女は。あ、幽霊。なんだお前は。殺生はやめなはれ。坊主の知ったことか。我々はちゃんと許可を得てやってるんだ。殺生も許可を得てもおまはんらを退治してもええとな。なんだと。ダムンダムダムンダム。ヤマテング様、あの連中を野放しにしておくと大変なことになります。しかしわしがここから出るには。今夜はあのおばあさんは来られないと思います。本当か。はい、風邪をひいて熱を出してるんです。いつもの時間にあのお堂を覗いてきます。しめた、あのおばあさんは来てないぞ。なんだお前は。皆さん危険ですからすぐに出てください。暴走族でも出たのか。暴走族は俺たちだって。そっか。山津波が起こるんです。早く逃げないと小屋ごと押しつぶされますよ。山津波なんじゃそりゃ。死んでも知りませんよ。ちょっと来い小僧。死ぬのが怖くて暴走族やってるわけねえだろうが。妖怪よりひどい人間どもだ。
これで人間どもも我々妖怪をないがしろにせんだろ。これだけ暴れたら人間どもが黙ってないと思うがの。そや、連中はミサイルとかいう物騒な道具を持ってます。それがわしの狙いだ。あんなもんぶっぱなされたらひとたまりもありませんも。恐れ山でぶっぱなしてもらうのさ。事件のすべてを山天狗のせいにして人間どもに始末をしてもらうわけだ。おお、こりゃまた大した悪知恵じゃの。天の尺、聞いてたのか天の尺。偉そうなことを言って結局人間の力を借りなきゃ山天狗を倒せんのか。そういう天の尺は山天狗を倒せるのかいな。さあ、寝てる場合じゃなかろうが。ほっとけ、反対するのが天の尺の仕事だ。いいな、イワナ坊主、人間たちの目を恐れ山に向けさせろ。え、かしこまりやした。恐れ山の湖に何か得体の知れないものがあると情報が入ったか。海坊主はん頼まっせ。なんだあれは。本部、湖の水が巨大に盛り上がってます。何、人間たちが攻撃してくるというのか。はい、山天狗様。さっき湖で海坊主が出てきて、自衛隊のヘリが慌てて戻っていきました。きっと今度は大勢でやってくると思います。三尺坊のやつ、自分では山天狗様を倒せないので人間を利用するつもりなんです。情けないやつだ。そんなことより、一刻も早くここを出ないと大変なことになります。しかし、わしが動くとお前の好きな女の子がいるお堂は石に埋もれてしまうぞ。好きだなんて。拡散でもいい、下手をすると寺の本堂も潰すことになるかもしれん。わかりました。またお堂や湯小屋を確かめてきますので、誰もいなかったらすぐ動いてください。頼んだぞ。君、今夜は危険だからここにいない方がいいよ。平気。平気って、土砂崩れが起こってこの堂が潰されちゃうかもしれないんだよ。私潰れないもん。潰れないって、お堂が潰れたら君だって。頼む、お願いだからここにいないでくれ。いい人なんだね、あんた。別にいい人ってわけじゃ。分かった。分かってくれたんだね、ありがとう。うわあ。やっぱりいい人だ。山天狗様、どこにも人間の姿はありません。ん、お前も安全な場所にいるがいい。はい、いいですよ。菅山天狗様だ。ん、うわ、危ない、逃げるんだ。手なんか振って逃げるんだよ。天の尺。山天狗様、助けに来てくれたのか、天の尺。なーに。よいしょ。人間の力を借りるような情けない妖怪の仲間になりたくなかっただけだ。うん、とにかくありがとう。なんて女の子だ。山天狗様、みんな無事です。うん。
これから山天狗のコールサイン説教を聞かされずに済むと思うと心身するべ。ぬか喜びにならぬとよいがの。なんだと？年寄りは疑い深いんじゃよ。もっと元気よくやれ。どこ行くんだぼ。三尺坊様、この生暖かい風は来たらしいな。お楽しみのところ邪魔して悪いな。ヤマテング様がお前たちの悪知恵に負けるわけないだろ。よく来たなヤマテング。イズマテン、カブキリ小僧からやっつけるんだ。うわぁ、助けて。てぇ、ヤマテング、勝負だ。大丈夫か？みんな死んだ気で戦うんだ。およくやったぞお前たち、あとは任せとけ。切り小僧、ハウチを。はい。あった。待て。よくやった狼狐。わしが数を送ってやる。やめろ。ほれ。さすが音に聞こえたヤマテン狗のハウチは。よし、ヤマテン狗、行くぞ。なに、あいにくわしは我慢強い方でな。くそバカ者、ホイホイビが熱いとは何事だ。これも修行のうちだ。おい、飛び込んで助けてくれ。バカ海坊主、余計なことをするな。これ以上戦っても無駄だ。今謝れば山天狗様は許してくださいますよね。ね、いい年をしてどうも魔が差したようで。ミカリババ、裏切るつもりか。年寄りは強いもんが好きなんじゃ。このワイも魔が差したようでも。へへ、わしも。いや、貴様ら。まだ勝負はつきまへんで。でかしたぞ、イワナ坊主。ヤマテング、
この娘の命が惜しかったらそのハウチワを捨てるんだ。卑怯だぞ三尺坊。動くなカビキリ小僧。どうも魔が差したようだね。早く捨てないか。わしが甘かったようだな。言う通りにしないで。命が惜しくないのか。うん。うんって死んだらもう生き返れないんだぞ。だって私もう死んでるんだもん。なんだと。あ、君は幽霊だったのか。知らなかった。だから毎日おばあちゃんがあのお堂にお参りに来てくれたの。そうだったのか。海坊主、津波を起こせ。私小さい時からおばあちゃんに妖怪の話を聞かされてきたの。それで私だんだん妖怪が好きになったの。どの妖怪も人間を脅かしたりするけど仲間同士で争ったりしないからよ。仲間同士で争うなんて人間と同じじゃない。妖怪じゃないわ。そうだよ、今までみんな仲良くしてきたじゃないか。この子の言う通りだ。大体我々は何のために争っているのだ。元はといえば三尺坊が山天狗を倒そうと企んだんじゃよ。あなたがミカリババさんね。そうだよ。あなたがクラボッコさん。ああ。あなたが幽霊ダヌキさん。おお。あなたがイワナ坊主ね。あんたには悪いことしたな。うん、いいの。かわいい。あなたは優しいカブキリ小僧。いや、おい。そしてあなたが海坊主さんね。おばあちゃんが話してくれた姿のまんまだわ。恥ずかしがり屋さん。あのワイはヌッペ坊さんでしょ。このワイを知っててくれはるのか。おばあちゃんがよく話してくれた。見かけは悪いけど優しい妖怪だって。え、見かけ。お世辞にもいいとは言えないぜ。そんなヌッペ坊より醜いのが我々の戦っている姿だと思わんか三尺坊。ねえ、何もオラを例えに出すんでも。すまんすまん。三尺坊、わしはこの子の前では戦う気にはなれん。さすが山天狗、穴があったら入りたい気持ちじゃよ。今度は魔が差さないのかい、ミカリババ。もちろんじゃよ。いいんですか、山天狗様。うん、あいつもいい相棒が待っているさ。いい相棒？いつでも遊んでやるぞ、三尺坊。
厳しい冬が過ぎて恐れ山に春が来た。しかしあの女の子もおばあちゃんも二度と姿を見せることはなかったという。そして妖怪たちも。